ツイキャス再起動しました、皆さん今はですね多分メッセージ送信可能だと思いますのでぜひぜひよろしくお願いします。今日はですね秋について話したいと思います。よろしくお願いします。時刻は午後5時28分を回りました。 FM ギノワよりサザンブリーズをお届けしております。先ほどからですねちょっとツイキャスの方コメントが入ってなかったので一度ツイキャスを再起動してですね、まあ、お送りしておりますが、皆さんぜひですね、まあ、メッセージの方をいただければと思います。ちょっと今先ほどの番組のメッセージ等々来ておりますので多分今のは表示可能ではないかなということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。本日のトークテーマがですね、まあ、秋、皆さんどうですか、秋を感じておりますでしょうか。私はですね、まあ、FM ギノワのですねスタッフとして夜の担当をしておりますので、まあ、会議がだいたい夜中になるんですけど、まあ、12時まで放送がありますからね、まあ、その時に今まで帰る時ずっとクーラーつけて帰っていたのが今はもう全然もうクーラーなんていらねえよっていうぐらいね窓開けて走るとすごく涼しい風が吹いてくるぐらい、まあ、夜はね割と涼しくなっておりますので、まあ、そういった意味では、まあ、秋を感じている今日この頃でございます。ただですね日中はやはり30度超えるってことでですね皆さん全然秋なんてねえよっていうような方が非常に多いんですけどなかなかね僕自身がね日中こう外を出歩くことが今少なくなっているので、まあ、逆に自分の方が先にねこう秋を感じているっていう状態だと思うんですがどうでしょうかね。まあ、本土から聞いている皆さんはですねやはりちょっと涼しくなってきたなとかちょっと四季折々の、秋の感じを感じているんではないかなと思いますが、まあ、秋といえば皆さんは何をされますかね。食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、さまざま秋の楽しみ名物風物とかありますけども、まあ、どうやって、まあ、秋を楽しんでいらっしゃるのか、まあ、そういったメッセージもねいただければと思います。ちょっとツイキャスの方がまだ入ってきてないのでもし不調ということであれば、797@fmginowa.com の方までメールの方もですねぜひいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、トークテーマ秋ですが、はい、そうですよ秋ってこういう時はですね僕のおすすめの過ごし方があります。それは、ツールド沖縄という大会が11月頃にありますので、そうです。自転車でサイクリングっていうのが僕のおすすめです。っていうのもね、この時期っていうのはね、割とこう涼しく走れる時間帯ができてくるので、やはりそういった時間を活用してですね、自転車で、まあ、最初は自宅周辺から、で、だんだん距離を伸ばして、まあ、土日とか使ってですね、まあ、名護まで行ったりとかね、中部の人がねこう結構遠出をしてですね自転車で旅をしてみるっていうのは非常に楽しくてですねおすすめしたいと思います。なぜかと言いますと、まあ、自転車ってね最初は辛いっては思うんですけど割とねまあ、いい自転車を使って走ると、まあ、そういう遠出とかもね、まあ、苦しいっていうよりはどちらかというと楽しみになりますのでね、だからそういった楽しみ方っていうのをね皆さんぜひ試されてみてはいかがかと僕なりにお勧めしたいと思います。はい、やはりねちょっとツイキャスの方のコメント来ないのでちょっとね今日はツイキャスの方のコメント欄がね調子悪いんでしょうかね。パソコンの方がちょっと、なんか不調のようなので、まあ、できればメールの方でのメッセージお待ちしております。ということで今日のトークテーマはですね秋でございます。はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ではそうですねちょっと、まあ、早いんですけどここでちょっと告知の方に行きましょうかね。はい、まずは今週末14日15日
10月の14日15日にはここトロピカルビーチでトロパ2017が開催されます。はい、で14日まずですね、はい、MC に知念田慎一郎さん、そして、スペシャルゲストとして川田恵美さん、南部マンゴーパーティーさん、カチンバ、ホーさんということで、アーティストによる出演も決定しております。よろしくお願いいたします。そして15日ですね、はい、15日の日曜日、こちらはですね、前田のマシアさんが MC 入ってます。よく見ると14日、エリナさん、エリナさんも14日の方で入ってるようですね。はい、15日は前田のマシアさんが MC で入っておりますね。はい、ということで、15日はですね、今度はテレモノ、あ、テレモノさん、あ、テレモノ、トレモノさん、ブンバさん、ザ・マンレイさん、南国サロンさん、4組のアーティストが、いらっしゃるようですね。はい、こちらですね、ギノントロピカルビーチで、12時から、21時までの開催を予定しております。天候が、荒れた場合ですね、10月21日から22日延期とありますが、まあ、今の天気の状態だとまさにそのまま開催になると思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。以上、トロパでしたね。はい、続きまして、家族対抗裸足運動会ということで、こちらもですね、in 技能ワンと、そう、これはこのトロピカルビーチで開催されますね。2017、10月21日土曜日、13時から15時ということで、はい、裸足運動会開催されます。こちらですね、受付開始が12時30分受付開始により、13時から15時での開催を予定しております。実施プログラムもですね、大人も子どもも真剣勝負ということで、家族対抗ビーチプラックス大会、そして愛の重さはどれくらいということで、パワーとママのおんぶ競争、おんぶと競争ですね、おんぶと競争、そして、これでも君もライフセーバーということで、ボールレスキューゲームということでですね、はい、会場にボールを浮かべてそれを取りに行くんですかね。はい、ボールレスキューゲームっていうのも予定されているようですよ。でなお同時開催としてですね、時間帯朝の9時半から、11時半、受付開始9時を予定しておりますが、キッズウォータープログラムということで、トロピカルビーチですね、この子供に対してキッズウォータープログラムということで、子供に遊泳を、これは、キッズウォータープログラム、楽しみながら浮く力や、潜る力を身につけることができるプログラムですということです。でライフセーバーが指導に当たるので安全安心ということで、はい、海に来てですね、遊び方がわからないお子様や海が怖いという方でもですね、はい、ライフセーバーの方が付き添って海の楽しみ方を教えていただけるようですよ。ぜひこちらの方もですね、皆さん参加されていただきたいと思います。はい、続きまして、健康づくり市民大会第11回アゴロモウォーキング大会ということで、こちらですね、まず健康づくり市民大会、日時がですね11月19日日曜日、宜野湾市立体育館で予定しております。で同日ですね、11月19日、宜野湾市海浜公園の多目的広場にてですね、こちらは羽衣ウォーキング大会を開催しますということで、まあ、11月19日はですね、皆さん健康を考えてウォーキング健康づくりということで、イベントの方がありますので参加を、ぜひお願いしたいと思います。参加募集の方はですね、定員800名ということで、800名達し次第締め切りとなりますので、皆さん事前にですね、この、事前申告が必要なので、こちらですね、問い合わせをしていただきたいと思います。そうですね、お問い合わせ先がですね、宜野湾市保健相談センターということで、お電話 898-5583、もう一度ですね、
0298-5583、宜野湾市保健相談センターの方で、こちらの羽衣ウォーキング大会、健康づくり市民大会の方の、募集がありますので、皆さんぜひ参加されてはいかがでしょうかということです。はい、お時間がまだ37分36秒7秒と、はい、いうことでして、はい、皆さんですね、どうでしょう、ツイキャスの方やはりまだメッセージがないですね。やはりちょっと不調のようですね。でメールの方もまだ来てないですね。はい、まあ、秋、まあ、本日はトップテーマ秋ということでですね、はい、先ほどはですね、まあ、みんなでサイクリングなんてどうでしょうかというかお提案しましたけども、そうですよ、もう今はですね、こう太陽が沈む時間早いですので、やはりこの今午後5時半ちょっとね、あの外に出ても暑い日差しを感じることなく遊ぶことができますよね。まあ、僕の趣味はローラーブレードなんですけど、まあ、ローラーブレードとかもね、こういうあの日差しの下をやるスポーツなのですごく大変なんですけどね、はい、結構こういう時間帯にできると割と涼しくて、まあ、飛んでる瞬間とかすごく気持ちいいんですよね。なので秋というあの季節っていうのは本当にあのスポーツってすごくしやすいなと。それもあの外でやるスポーツに関してはとても本当にね、まあ、やりやすいというか、まあ、涼しくできるというか、非常にね、いいコンディションで迎えることができますので、ぜひぜひね、スポーツの秋を皆さん楽しんでいただければと思います。ということで、まあ、一度ですね、まあ、音楽の方に参りましょうかね。よいしょ、あと1曲用意してる曲がありますので、こちらの方ちょっとお聴きいただいて、はい、僕の好きなですね DJ の Z の方の、フューチャリングしてる曲でスターリングですかね、はい、ヘンリー・スターフェルド、この前紹介したヘンリー・スターフェルドが歌っている曲です。では皆さんどうぞお聴きください。どうぞ。はい、ツイキャスをご覧の皆さんどうでしょうか。やはりね、ちょっと今画像も止まっているので調子悪いみたいですね。一度また終了してみましょう。すいません、失礼します。